左の攻撃ですね、うん、これは左のミドル、ね、入ってくるのに合わせて左ミドルですね、はい、おおさあ今のはちょっとダウン、これはダウンを取りました。いい、はい、さあここでもう竹内としてはいかなくてはいけないですね。ちょっと聞いてます。さあ追い詰められた竹内正樹、ダメです、ダメージ残ってましたね。スリーダウン、勝ったのはバンディッツサーカス鈴木正子。聞かされてたってことですか、竹内選手は。まあそうですね、もうやはり鈴木選手は先にボディ打って上打って、まあ上下使い分けて打ってましたんでね、うん、まあそこでやるという感がありますから、特にね、水野選手は前回の試合でもうね、右です。あー、そして出てこれちょっとどうですか、水落ち大丈夫でしょうか。おー、右にハイキック、これがキャッタのテクニック、効いてますね、効いてます。ファイティングポーズ取れるか、水落ち陽介、これがキャッタのテクニック、これは冷たいですね、健太選手。まずいさあ水落ち止めました、キャッタノックアウト、健太まさか1ラウンドで終わると思わなかったですね。すごい、健太選手の戦いで1ラウンド KO っていうのはね、すごい、やはり健太強い、うまい。いや、サーヤさん、試合上等の水落ち陽介が、いやでもどっちが勝つか本当分からなかったじゃないですか、こんな一発で決まっちゃうんですよね、これもカウンターなんですね。ちょっと上から打ち下ろす肘ですね、上から肘、はい、上からもいいんですか、上からも、うわー、逃さない、鈴木が逃さない、ここは締めたい、大石に締めれば、そうですね、これですよ。さあ逆に秀樹の方がどういうプランを持って戦っているのか、さあ残り時間10秒、さあ残り時間10秒、ここで入った、早い、だから覚悟を一番に見てほしいと、ハイキック、これは効いた、効きましたね、ベルトの変換です。超ピリサックゴング、うん、出ていく、うん、出ていく、森打っていく、動きたいですね、フットワーク使いたい、カットしたね、カットしましたかね、鼻が曲がってますね、曲がってますね、うわ、はい、すごい、
肘で。いや肘が肘ですか。肘か、はい。これですね。この一発で森井の花が。うわあ。それにしてもそのよ、ヨーグルペットの肘の破壊力ですよね。はい、いやまあでもこれも森井選手。